皆さんこんばんは。こんばんは。パチョーデンです。本日はベルアーマックス南高井店にやってきております。はい、朝パチ朝それでございます。お客さん多いね。はい、多いですよ。なのでこちら側も増やそうと思い、はい、ピーマート TV から本日もゲストをお呼びしております。ゲストはこの方どうぞ。皆さん、はじめまして、アニハセヨー。ピーマット TV 九州新人メンバーの韓国系女子ことオルちゃんです。よろしくお願いします。はい、韓国系女子なの？はい、もう韓国大好きでございます。あなた東進中学でしょ。オルちゃんの、はい、なんかいろいろ聞いたら、はい、なんかこうダンスが得意だったりとか、特技とか、やっぱこうインパクトがないと、この業界やっていけないの。なるほど。ね、そこの中で登場したのが、ドラゴン推薦のオルちゃん。なんか音楽流れてるよ。お、特技ですかこれは。え、踊っちゃっていいんですか。俺たちもやるよ。カメリ大下手番、大下手番。まあこういうオルちゃんも含めて、はい、今日はサパチャサドル行きますか、はい、マリナ先生。行きましょう。行きますか。はい、ちょっと私ね、ここでやりたいことがあって、うん、南高江店はさっきなった私で、うん、あのジャグラー一人でできるもんっていうコーナーやってるんで、二人で今日はちょっとジャグラー行きたいなと思ってるんで、もうこれで別れていいんじゃないですか。このままで。このまま。あそこのメンバーと、うん、まあ、ダンスが得意なメンバーみたいな。じゃあなんか披露してよ。じゃあ先輩のでも打とうかなと今日思ってるんですよ。教えてほしい、ね、打ったことないんですよ。でしょ、頭の中がねお花畑なんですから。なのですごく、教えがいはありますよね。教えがいはあるんですけど、一生懸命お花摘みますね。あの途中で放棄していいでジャグラーでしょ、うん、だから僕らはダンスもいいんですけど、あの俺ちゃんパチンコするの？あんまりしないんですよ。そしたらですね、はい、九州じゃパチンコ博士といえば検索ワードをパッとしたら俺が出てきます。ここね、南高井はガロ、まあ、特にオキウミ、ケージ、北斗無双、ルパン、言うたらキリがないぐらいいっぱいあるね。いっぱい強いんです、ね、その中からちょっと何かを選んで打ちます。抽選しないよね、ここでは言えません、うん、じゃあ壁人たちはパチンコということで、はい、では早速みんなで行ってみたいと思います。みんな今日も頑張るぞ。はい、今日の朝パチ朝スローですけど、今日はあのピーマートのゲストのオルちゃん。はい、オルちゃんです。はじめまして。で、あのオルちゃんはだいたいスロットが専門でパチンコ全く打ったことない。なんでパチンコは楽しいよっていうのをね、俺が教えてあげるとともに、はい、どういう台を選んだらいいか。はい、まあ言うなれば勝負の世界でしょ。そうですね。勝つか負けるかですよ。生きるか死ぬかですよ。で、俺が選んだ台は、もう最近の319のマックス台で、こうやってデータが、まあ300台で一番高いところが当たってる。これも全部300台が当たってる。それから下がってる。こういう波が浅い台。で、なおかつ、俺のデータで言うと、初当たり、初めて当たる。これがね、大体この319のマックス台で最高15回と思ってください。っていうことは1時間に1回は最低でも初当たりする。あの399のマックス台は大体5回から7回、そう考えるとその倍当たるっていう。おっ、そうこうすると、今疑似連が来ておりまして、そこにいる鼻くそリーチです。まあね、パチンコを初めて打つ人はね、はい、あの大体何でもこうワクワクするじゃん。ワクワクします。で、ここがあるのはね、まあ、結局はここを刺すか刺さんかが最終問題なんで。なるほど。それか剣がバツッと刺す。刺す。ここが来た時はもうマジ、いや俺ない、ない、もう回してねえよ。私たちはジャグラーコーナーにやってきました。南高江店のジャグラーは私たち来てるからね。そう、コーナー収録でいつもね交代交代で来てるから状況は知ってて、うん、南高江店のジャグラーに関しては私が有利なんですよ。え、光っとけ、調子乗っとやろ絶対。言っていいやつだもんこれ。見てください、11ゲームですよ。強気で言えるやつだよこれ。隣見てまだ光ってないからね。うるさいわ。どうしても光らせたくて、すっごい目を回してたの。でも光らず。
ンが大好きなんですけども、新しいやつです。打ったことありますか？打ったことないんですよ。打ったことないですか？のじゃあ同じだね。ちょこっと触ったことはあるんだけども、詳しくはよくわからなくて、前の月下雷鳴をずっと僕は打ってるんで、月下雷鳴に関してはもうほぼ解析は全部頭に入ってるんですけども、大体のことはわかるかな。今みたいにリプリプベルになっていると、なんつうかなシングルボーナスみたいな感じになってて、その後に15枚役の抽選するんですけど、まあ、こういうチェリーが出る場合もある。昔のあれですよ、バサラとか戦国バサラとかみたいに、なんかチェリーチャンスみたいな、ああいう感じですよね、感覚的に。前回と似てる部分もあるのは、いや、あんまりないね。あ、そうなんですか。多分前のやつが結構特殊な台だったから、今回のやつは単純にクエストボーナスっていう疑似 ART に入って、そこで ART を目指していくみたいなっていうタイプのやつだから、はい、前のやつとはちょっと違いますもんね。もうまえちゃんはもうじゃあいいよ、好きに打ってて。初めて乗りの感想をいっぱい伝えますね。中右左来たぞ、あったぞ、よし、これ今日チャンス目ですね。中南高い点で朝パチ朝スロ、ここで壁兄が新滅ゾーンに突入。まだだ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 だ、赤まで行け、赤まで、赤まで、赤ダメだ。こんなんじゃ当たらん、当たったよ。なんと壁兄もびっくりの大当たり。
で当たった？なんでこんなんで当たった？そしてお隣のオルちゃんも新滅ゾーンに突入。なんでかな、当たっちゃうんだよね。二人揃って大当たりとなればいいんですが、これはうんこリーチ。なんとこちらも驚きの大当たり。オルちゃんも持ってますね。いや、これがね、昇格するかしないかが決まるのがまだ先なの。終わりました。これが終わったからオルちゃんがなんとか勝てるんだけど、これいいですか？いいやつですよ。もうね、細かい説明はいらないと思う、君には。ほら、もう一回来た。ハギ取りって、金銀、それから G っていうこの虹色のやつがあるんだけど、これが一番いいの。同等ですよ。よし、これで1回止まってたらいいよね。あと残り25回ぐらい。どっちかを引き戻したい。引き戻したい。
な感じの結果発表ある？いきなり目立った結果発表あるか？ありますよ。やっぱ特技持ってるっていいよね。いや強いよ、ね、強いよ、ね、特に前に出るさ、うん、こうショービジネスの特技っていいよね、うんうん、目立つからさ、うん、言われる。ドラゴさんに褒めていただけなんてもうめちゃくちゃ嬉しいですね。あんまり褒められる。俺も褒めてるじゃあ早速、はい、壁2のペアからいきますか。じゃあ、はい、1回ですか、何打ちたいって言ったらガロって言うから、はいはい、ガロをちゃんと選びまして、これ大事なんですよ。これ視聴者の方もまあオンエア 見てね、あの俺の台の選びを参考に朝一番立ち回ってもらえれば勝てたんですか。いや俺は連ジャンしましたよ。連ジャンはなんかもう興奮で、うん、もう時短でもわーわー言ってて。だって面白いんですもん。時短ってことは当たること当たったんだね。一回当たりました。当たりましたけど一回で終わっちゃったんですけど、もうめっちゃもう時短って何っていうレベルから入ったんで。ツーラインリーチ当てたの。当たりましたね。すごいじゃん。新滅だけど一応新滅なんだ。新滅の青だ。まあ当たる当たらんはまあいいとして、台の選び方を学んでほしいかなと。もう三一九の台はもうみんな一緒。僕たちなんですけども、すごい出ました。すごい出ました。もうちょっと欲しい、もうちょっと欲しい。みんなモンハン気になってるから。まだ2000枚出てるんですよ。で、2000枚出ている状態でまだ続いてるんで、玉はいくつ残ってる？ 15 ぐらい残ってる。残ってます。ね、それぐらいあるよね。なんでまだまだいけると思う。後継続にはなりやすいんだとは思うんですよ。昔の代よりもね。2.0 がマックスよね。そうそうそう。今はね。2.0 以上がないから、まあ言うたらぬるいっちゃぬるい。時間はかかるけども、逆に言ったら無駄な打ち込みがあんまり少なくなるかなっていうところはありますね。なるほど。よくあるのが 3枚ぐらいの台で、まあ、3000枚ぐらい出ましたと、そこからなんか天井まで引っ張られて飲まれましたみたいな、かなり飲まれましたみたいなパターンってあるじゃないですか。そういうパターンになりにくいっていうところですよね。まあまあ言うて2時間ぐらいで2000枚出したっていうのが、まあ、実績だからね、まあ、これを見て、まあ、視聴者の方はそれもモンハンいいなみたいな。結構ね出ますからねモンハンね、うんうん、今私たちはですね、まあ、普段からやってる据え置きを狙って、うん、まあ行ったんですけど、ジャグラーだ ねこの悪魔がすごくてですね私が何したよ。いやもう全部持ってったじゃん、うちの人も全て。当たりは私がたくさん見せることができました、うん、いやでもねちゃんとねお互い立ち回りの仕方はあるんだけど、今日さっきのはたまたま自分が座りたい台にちゃんと座れたっていうことだけ、うん、でも一生懸命選んだ台の説明してて、これがこうだからってデータ見ながら選んでましたよ。ちゃんとね、あのね理由はつけれるんだよ、うん、私も今日ちゃんと狙えた台に座れたんだけど。そんなもう争うなきゃ、マリオ謝っとけちゃんと。この人が悪魔だから。謝っとけちゃんと。じゃあマリナ、はい、あの公開収録情報。はい、ありますよ。まず本日10日ここ南高江店で一人でできるもんさっきのバージョンが行われます。そして週が変わって13日の月曜日、こちらもさっきなが北部店でさっきなのジャグラー実践。仕事いっぱい仕事いっぱい仕事いっぱい。はい、皆さんもぜひ遊びに来てください、はい。さあそしてですね、はい、こういった収録の日、そして翌日などは設置台数の多い機種、まあ、なおかつスロットだと据え置き機種なども狙い目ですので、皆さんお近くのホールでお試しください。はい、よくできました。まあそれでは今週はこの辺で、皆さんおやすみなさい。おやすみなさい。かぶってたんす、かぶってたんす、かぶってたんす。それ違くない？全然取れんよ。かぶってたんす。どこ行っとんね。邪魔だな。